小学生のみんな、こんばんは。背番号7番、フォワード村田智です。自分のストロングポイントはスピードとドリブルです。今回の宿題は3つの細かい技を使ったテクニックです。この技のポイントは、まずこうクライフっていう技から始まって、これができないと多分できないんで、でその次にアウトロールっていう技が入ります。で最後にダブルタッチが入るんで、この一つ一つを組み合わせないと多分できないんで、まず一つずつをしっかりできることを意識してやれば、この技は身につくと思います。みんなもこの技をチャレンジしてみてね。